大輔ヘッドコーチ、昨シーズン途中からヘッドコーチ代行、今シーズンから正式に指揮を取っています。それでは今日の一戦を見る前に、両チームの注目選手を、存在感でゴール下を制圧、トーマス・ウェルシュです。の攻撃というのを抑えていきたいと話をしていた小野寺龍太郎ヘッドコーチです。さあ、ハイロードプレーでビリス・ジュニア、連続得点になった北海道です。外から打っていった、落ちました。出しまさにビリス・ジュニア、スリーを狙った。ああなるほど、タイミング出すっていうのは、ちょっとタイミングずれて桜井がベンチに今戻ってしまいましたが、このマッチアップも大事。さあ、そしてベンチ、そうですね、なので富山がやりたかったハイスコアゲームを北海道ができてる感じですね。ブバダ合わせた、フォローしました。あります、右のコーナー、関野ブルックス、高い位置でのスクリーンをかけますが、あー狙った、奪った、高橋光陽前に走っていく、イージーバスケット。北海道のハイローっていうのを今お互い打ち消し合って、今ペイント勝負になってますね。そうですね。寺園のスリーだ、来ました、柔らかいショット、今日1本目、ボールを奪いました。ミラーも飛び込んでいましたが、さあラモスが中に入っていった、アタックしていった、エンドワン、バスケットカウント。伊藤隆司、パスを出したマーフィージュニア、クイックネスもある、マーフィージュニア、ワンハンドダンクでエンドワンだ。これぞアジリティモンスター、ダブルチームまた来ますから。あー、ブバに対して守った、ブルックスが手を出していた。そして島谷からウィリス・ジュニア、スリーが来るか、来ました、2本目。北海道の方というよりは富山のディフェンスが、スティールした、ラモスのスティール、アウトランバーになっていい、ファウルのセンドワン、ちょっとも来ない、ブバが一気に運んでいくか、柴谷が奪う、柴谷のディフェンス、柴谷のディフェンスからビリス・ジュニアのワンハンド、おー、まあ、もう耐えるよ、どこだ、奪った、奪った、再びスティール、ラモスから桜井、北海道の攻撃。逆のコーナーには高橋光陽が空いているが、ミラー、ブレックスがハンドアップして守る、ミラーのワンオンワン決め切りました。そうですね、ただそして寺園、イリス・ジュニアに預ける、ミスマッチ、華麗な身のこなしから、これで受けた外からのショット、ここも来ない、リバウンドに阿部、残り時間を見て落ち着かせた、ついてますね、長いブザー、試合終了。